どうも、紅茶ガーデンです。今回なんですけども、じゃがじゃーん、この前イベントで購入いたしましたハムラブ商店さんの発酵パセリンゴですね。こちらをうちのモルモットたちにあげてみたいと思います。素材がパセリ、リンゴ、初冬、初冬ってなんだろう、初冬ってパセリとリンゴなんでね、すごい体に良さそうです。メイドインジャパン。今はですね、女の子ちゃん家の家を開けてます。来るかな、おやちゃい、おやちゃい、おやっ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 ちゃいじゃないけど、あ、来た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 来ました来ました、お利口さんです。来たね、かかった。ちょっと待ってね、カメラ準備するから、ちょっと待ってね。これね、これも乾いてるかな、乾いてるね。あららら、逃げてっちゃった。おやっちゃい、おいで、戻ってきて、おやっちゃい、おやっちゃい。あ、来てる来てる来てる。神はこんな感じです。はい、私の手がパッサパサ。おいで、おいで、おいで。どうぞ。あ、めちゃめちゃ食べてる、めちゃめちゃ食べてる、すごいすごいすごい勢いで食べてる。おいしいね。ハティちゃん、ハティちゃんこっち来て、ハティちゃんなくなっちゃう。あ、めちゃくちゃ人気。ハティちゃん、ハティちゃん食べたか。何この図、かわいい、かわいい、めっちゃ食べる。うわうわ、すごい食べる。ラティちゃん、はいはい、ラティちゃん、はい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 、おいしいね。あー、めちゃめちゃ食べますね。かかったん、カメラのアングル気にしてもらっていい？かかった。はい、こうね。かかった。かかった。カメラにお尻向けるのやめてくれる？そうそうそう。でももうちょっと、もうちょっと左行こうかね。あ、やだ。動かさないでって言ってる。かかったんがね、映りたがり屋さんだね。いやー、めちゃめちゃ食べますよ、これ。あげたら無限に食べそうですね。かかったん、ハティちゃんなくなっちゃったね、全部ね、なくなっちゃったね。探してます。え、もうないのみたいな、指の間とかくまなく探してます。そのぐらいね、反応がいいですね。あ、あった、一個あった、一個あったんじゃないか、ほら。はい、はい、ラティちゃんいただいた。食べたね、ラティちゃん、美味しかった。ラティちゃん、まだもらえるかなってね、うろうろしてます。美味しかったの、よかったね、ラティちゃん。今度毎回毎回買ってみようかな。ラティちゃんがまだ欲しいみたいで居座ってます。欲しいね。はい、そしたらキリちゃんにも与えてみます。キリちゃん、よいしょ。
キリちゃん。キリちゃん、ほれ。キリちゃん。キリちゃん。キリちゃん。なんで帰っちゃうの。キリちゃん。はい。ほら。パセリンゴ。キリちゃん。キリちゃん、パセリンゴ。はい。の。食べない。食べない。キリちゃんはなんか反応悪いんで一旦お皿の中にここに入れときます。なんで食べないの。ボイ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 、はい、そしたら次はココさん。ココさん、ココさんも食べるかな。ココタン、ほれ。ココタン、これ。あ、食べた。食べてます。いいね、パリパリしてて結構硬いから歯にも良さそうです。いいね、食べるね。あー、終わり。そしたら次は、あら、出てきた出てきた。のいちゃん危ない。のいちゃん食べない。のいちゃん食べない。のいちゃんめっちゃね、好き嫌い激しいから食べないかも。あ、いいのいいの。そしたらモカ君、モカおじさん、モカおじさん何でも食べるよね。ね、モカおじさん、モカおじさん、ほら、ほれ。いいね、食べますね。うん、食べます。モカ君は何でも食べるタイプだけど。歯に挟まったか。はい、そしたら最後に男の子ちゃんたち。オープン。おいで。おやちゃい。おやちゃい。おやち。おやち。おやっちゅ。あれ、食べない。俺くん、俺くん食べない。うん、入館でね。レトちゃん、レトちゃん、ほら、これ。レトちゃん、あれ、シカト男子カフェ。はい、うん、カフェくんは食べてる。うん、美味しそうに食べてます。おれくん、おいで。あれ捨てた。パフェくんは食べるね。さすが食いしん坊。レトちゃんは、レトちゃん、チュンチュン。はい。うわ、レトちゃん食べない。あ、タルちゃん食べます。食べますね。はいよ。レトちゃん、ほら、レトちゃん、ほれ、これ美味しいよ。パセリンゴいらない。ラテちゃんが欲しそうにしてるよね。ラテちゃん、ちょっとレトちゃん、なんでそういうことするの。ちょっとひっくり返しちゃった。ひとちゃん邪魔だったの、ここの上にあってから。どうしてやったんだ。はい、ということでハムラビ商店さんのパセリンゴでした。なかなかの食いつきでしたね。残念ながらのえちゃんとキリちゃんは今は食べなかったんですけど、まあ11匹中2匹だけ食べない感じでしたね。皆さんもね、イベントで見かけたら買ってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。